ダメだな、開かないな。何やってるんだ、さっきから。これ開かないんですよ。ほら見てくださいよ。へえ。ねえねえ、ところでベロニカさん、僕ね、もう少し話し方をきちんとした方がいいって言われちゃったんですけど、どこをどう変えればいいのかわからないんですけど、どうすればよいと思いますか？どうせ美人の女の子にでも言われたんだろ、お前のことだから。え、そんなことあるわけないじゃないですか。で、どうすればいいと思いますか？そんなに気にすることはないと思うけどな。確かに普通とは違うけどね。やっぱりですか？どこがどう違うんでしょうか？そりゃいっぱいあるけどな。いっぱい？もう嫌だな。ほら、それだよ。出さないでくださいよ。もう嫌だなっていう口癖。そうですか？そんなに似てるんですか？もう嫌だな。本当だ。でもそれはちょっと可愛い口癖だから問題ないと思うけどね。もっと変な口癖もいっぱいあるぞ。例えば、わかるとか、わかるでしょってやつ。あれは時と場合によってはカチンとくることがあるよ。口癖をやめるとするならそっちだね。まさか自覚がありませんでしたよ。もうやだな。わかるんでしょ。ほらそれ。あれ、まさか意識せずに出ちゃってるみたいですよ。もうわかるんでしょ。ほらお前やめる気がないだろう。そんなことありませんよ。変な口癖でみんなの怒りを買いたくありませんからね。わかるでしょ。おいおい、また言っちゃいましたよ。もうやだな。お前な、口癖のオンパレードだな。初めに言ったけど、そんなに気にすることはないから無理しなくていいと思うよ。いやいやですよ。もうわかるでしょとかは言わないことに決めましたよ。絶対言いませんからね。僕の意思は石より硬いんですよ。もうわかるでしょ。ちょっと多分無理だな。どうすればいいのでしょうか。お口にガムテープでもしてみますか。そんなに頭を抱え込んで悩まなくていいから。もう僕の気持ちも知らないで。わかるでしょ。もうやだな。大丈夫だって、やめなくていいよ。カチンときたりしないから、たまにしか。もうやっぱりカチンとこのことがあるんじゃないですか。もうわかるでしょ。もうあ、開いた。蓋が開きましたよ。わかるでしょ。そっちはやればできたね。口癖はちょっと無理そうだね。